人一人の任務がどれだけ重いかっていうことを今日理解していただいて、もし面白くなかったらもう今日来たこと忘れてください。一番怖いのは映画館に足を向ける、劇場に足を向けるっていうことを怖いっていうふうに思われてしまう。ありがとうございます。はい、本当に本日はありがとうございます。先ほど青木さんの方から、1500の応募があって、150が選ばれたんだと、大変ちょっと仰々しい、物言いになりましたが、1500人の方がもし皆さん来ていただいて、その見た感想を一人一人に言っていただけると、1500ずつこう増えていくわけです。ところが今日は150人という絞られた方っていうことは、皆さん一人一人の任務がどれだけ重いかっていうことを今日理解していただいて、おっしゃったように初めて、一般の方にご覧いただく、でそれには使命がある。でもし面白くなかったらもう今日来たこと忘れてください。もうこの映画があったこと忘れて結構です。もし面白いと思われた方は、なるべく多くの人にあれ見に行った方がいいよっていうふうにお声掛けをいただければ、皆さん一人一人が宣伝部になった気持ちで、これからの人生を過ごしていただけたら、幸いだと思います。先ほども申しましたように、本当に今エンターテインメントは大変な、ところに追いやられています。一番怖いのは映画館に足を向ける、劇場に足を向けるっていうことを怖いっていうふうに思われてしまう、その習慣がなくなってしまうことが一番、我々にとっては、辛いことです。映画館も劇場も、万全の体制をとって、皆さんをお迎えできるような状態にしてありますので、どうぞ怖がる気持ちなく、この映画だけではなく日本映画、洋画も含めて、師匠の落語、舞台も含めて劇場に足を運んで、皆さんで笑いを共有する、涙を共有するという時間を持っていただきたい。それがなんかこう人間の生活の一部であるようになりたいと、そういうふうに願っています。どうかお力添えをいただけたら幸いです。本日はどうもありがとうございました。